ご無沙汰しております。長島人物ゆういちろうです。はい、まあちょっとね、かれこれ、1週間ぐらい投稿せずに、なんかダラダラとしてしまいました。はい、なんかね、一回その動画を撮らんと、ね、寝るじゃないですか。基本的に動画撮るのが、まあ仕事から帰ってきて、動画撮ってるわけなんですけど、それをそのやらなかった。まあ、初日はね、あんま意識なかった。ああ、もうちょっとしんどいな、ぐらいな感じで撮らなかったんですけど、それが2、3日続くと、いや、もうそれが日常になってしまいますね。はい。とてもダメなことです。やっぱりね、非日常を日常にせない、しないと、僕らの商売やってられへんな、というのを、ひしひしと思いました。はい。でね、今の時点で、お気づきの方もおられますでしょう。人物なんかチャラくねえみたいな。はい、まあ、チャラいというか、ね、生きてるというか、はい、筋肉かときっとね、思われてる方もいると思います。はい、実はこれね、シャキーン、これあれですわ、タイのね、お守りですわ。ちょ、名前忘れてしまいました。はい、いただいたんですけど、はい、まあいただいたんで、これからずっと大切にしたいなと思います。なんで、まあ大体多分これ今後会う方は、僕筋肉してますけど、別に僕やからじゃないんで、はい、お守りです。はい、これあれなんですよ。しかもなんか結構位の高い坊さんが3ヶ月ぐらいこの祈りを込めてくれた、お守りらしいです。はい、結構ね、だからマジで大切にしますよ。うん、きっとこれを大切にしたら、タイの坊さんが、オスジムの繁栄を願ってくれるでしょう。はい、あ、オスジムですよ。はい、まあもうね、聞き飽きたかもしれませんけどね、平野の福、平野西の、6-27-4階です。はい、まあ地下鉄平野から徒歩5分ぐらいです。はい、僕の足で。なんでね、平野区付近の方はぜひぜひ、来てみてください。体験とかもね、メッセージいただけたらなと思います。はい。案外ね、今日もあったんですけど、8時、9時とか、9時前、8時半とかやったらね、がっつり僕ミット持ったりするんで、はい。なるべくメールだと嬉しいです。おそっす。はい。で、まあ、こんな感じでね、一週間ぶりの、ご挨拶はこんなもんにしまして。まあ、あれですわ。この前、ライズがありましたね。うん。もうね、ちょっとね、どうしても、晩はね、今度プロデビューする子がおるんで、その後練習付き合いに出たんですけど、運よく関西で二人見れました。山口優馬と、京谷かな、京谷じゃねえな、京谷じゃなくって、山口優馬と誰か見たんですよ。京谷やったか、違うな、直樹とやったんが山口優馬やね。あれもう一回見てんけどな、出てけへんわ。まあ、その僕が見た関西で二人が、負けてしまったんですけど、結果的に直樹と山口優馬、僕はがっつり見えたんですけど、まあ、どういう戦い方するのかなと。まあ、山口優馬は基本的にガンガン入っていって、パンチの連打、飛び膝っていう風なイメージなのかなと。パンチ下がって押して飛び膝みたいなね。そんな感じかなと思ってたんですけど、まあ、直樹っていう選手は結構なんかオールラウンダーなイメージだったんで、はい、どんな感じするかなと思ったら、まあ、がっつり距離、まあ、ああいうこと距離取って、カウンターをめちゃくちゃ合わせましたね。はい、入ってくるところの右のカウンター、ほんま嫌やと思いますよ。しかも前半からコツ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 当たってたんで、あれはほんまに、いやっすね。かつ
確実にポイントを取る、確実にダメージを重ねていくみたいな、そういう戦いだったんで、無理はしなかったですね。うん、ほんまに上手でしたよ。あとなんかね、まあ基本的にはステップ見て距離感見て相手入っていくのに合わせてっていう感じだったんですけど、なんかね変わった左フックみたいなのがあった気がしたんですけどね、もちろん残念ながらちょっと前にやったんで忘れてしまいました。はい、なんかサイドを取ったのがなんかね変わった、変わった感じで左フックを打った気がするんですよね。うん、でもう一つのトーナメントですね、だから直樹とちゃうわ、えチームドラゴンの子が誰とやったん、あかん、マジわからん、やっぱバンチドランカーやな、多分直樹と山口優馬っすよね。ああ、見てみよう。はい、まあすまんな、多分これノー編集で、出すんですけど、やっぱね編集覚えなあかんだと、もうひしひしとそれ思ってるんですよ。けどなんかそれやると動画撮る気になんないですよね。で今ね見てるんですけど、山口優馬ライズ、あり更新ねえわ、ライズバウトレビューに見ましょう。はい、バウトレビュー、そうですね、もともとこれを出しとけっていう話ですね、正直すまんかった。はい、だけどねほんまにねいい距離感で戦ってましたよね。結構僕好きなあれでしたね。はい、であれですわ、今出ましたわ、そう、わかった、わかった、見た、あのね、期待、北井、あのドラゴンの子、はい、高橋ですね、高橋和真、あのお兄ちゃんですね。はい、いや、これもね、またなんか、結構、あまり覚えてなかった、覚えてないですけど、高橋くんがやられてるイメージな感じでしたね。はい、やっぱりチームドラゴンの作詞、前田先生が、うまいことやったんですかね。なんかね、パンチの期待 VS、まあ、パン蹴りかなっていう感じですよね。はい、なんかね、ええのが一発入ってたんですよ。ごめん、この超適当な解説。はい、いやー、けどね、なし直樹うまかったですね。はい、それはすごい思いました。はい、で、この回のライズで、びっくりしたのが、原口と秀樹、はい、原口はね、あの、どこでしたっけ、あれ、新名じゃねえわ、西部会館ですよね、元は、はい、出身で、まあ、兵庫県西宮、兵庫県のね、こうですよね、確か、西宮じゃないかもしれんけど、はい、今、宝塚感じもあるんで、はい、秀樹、もっともっと接戦になるのかなと思ってました、はい。でもね、あの、KO シーンだけ見たんですけど、うまいこと、その、多分ね、アッパーフック、ストレートやったっけ、何やったっけな、アッパーからのフックがコンビネーションで、うまいこと、この、ちょっと、右足にこう、クッてなって、パーンっていうのが入ってたような気がします。はい。さあ、これも適当です。西、2日ぐらい前見たんで、はい。で、まあ、鈴木、ラスター。まあ、これは鈴木勝つかな、若干僕は勝手に思ってましたね。はい。まあ、鈴木止めれるのも、天心ぐらいでしょう。はい。で、5-5 やったらね。はい。まあ、逆に K1 のね、K1 の竹でしたっけ、違うか。忘れましたけど、はい。K1 のチャンピオンクラス一回やってみてほしいですね、鈴木。すごい、まあ、勢いもあるし。ね、多分誰も止められないんじゃないかなと思いながら、はい、とにかくいい選手ですよ。だからほんまに
山口洋次の追求は注目じゃないですかね。はい、まあそんな感じかな。はい、まあ、あとあれでしたね、もうパーッと一瞬流してたんですけど、このフェザー級の宮崎と、次回は見ないんですけど、相手なんとか沢谷かな。はい、この沢谷ってこうちょっとなんか無理大チックですごいいい、めっちゃええやんみたいなが思いましたね。はい、まあそんな感じで僕の、超適当なライズの、感想です。はい、逆に申し訳ないですね。もうこれもうちょいね、すぐ上げておけば、もっともっとね、細かい解説ができたんで、ちゃんとこれからは上げようと思います。はい、まあ以上、長島千代通一郎の、3日4日遅れの、ライズの感想でした。おそすでは、ジオツ、これから筋肉ジオツになります。はい、以上です。ご無沙汰しておりました。失礼します。